忙しい中ありがとうございます。我々の認可申請を受理しないよう、認可しないように求める要請書ではございます。下これ資料になってます。我々が今まで取った行動のアンケートとか質問の資料でございます。よろしくお願いします。お忙しい中お時間いただきありがとうございます。まず初めに報告させていただきますけれども、本年6月21日、私たちは築地市場内の各事業者に営業権があることを確認し、卸売市場の移転等が計画される際に組合員が営業権に基づく正当な権利者として、交渉権発言権を行使できるよう新たな任意団体築地市場営業権組合を立ち上げました。結成から約1ヶ月と少し過ぎましたけれども、今日この要請書ではですね、140名となってますけれども、約149ですか、この3日の間に、9人増えまして149名と、の方が組合員になってます。それでは、要請の趣旨を説明したいと思いますけれども、なんか移転の認可の申請は来たらしいんですけれども、これを受理しないように求める要請ということです。もう築地の現場に私たちいますけども、土壌汚染はね、とりあえず仮に、その専門家会議でね、解決したとしても、それ以外のいろんな問題が全く未解決のまんま残ってます。駐車場が全然もう足りないまんまだし、それから、製氷機を作り忘れたんですよ、東京都が。でそれが、完成したんですけれども、やっと駐車場にね、作って完成したんですけれども、それを、衛生の管理の計画が あるんですけれども、衛生管理の計画通りですとですね、取りに行けないんです、氷を。製氷機がの施設はできたんだけど、それ取りに行けないと。というのは、そのピーカンのところをターレンが通ると、施設の中に今度は入れないと、その車が。いうことになりますんで、そういうだからね、デタラメな状況に今、なってます。ということで、要請書の方で、1ページの下の方になりますけども、まずですね、この築地市場の移転については国の姿勢というのは一貫しております。平成19年の答弁書なんですけども、中央卸売市場の移転や運営について市場関係者や消費者の理解等を得ることは重要であるということです。それから、土壌汚染についても東京都に対して科学的見地に基づき万全の対策を講じるとともに、消費者等に対して対策の内容等について十分な説明を行い、その理解を得るよう求めているというのが農水省あるいは国の立場ということで、ありました。これについては、昨年おととしか、2016年の10月3日の衆議院予算委員会でも安倍内閣の下でも同じ立場だということが確認されました。私たちは、本当にね、この閣議決定された内容が、全くその通りというふうに思っております。心強く思うところです。でところがですね、小池さんのやってることと東京都のやってることはどうなのかということなんですけども、私たちね、最近でだけで言っても2017年8月、2017年10月、2018年4月12日、それから6月21日と4回公開の質問状を東京都に送付してます。でその都度記者会見もやってます。でところがですね、これ全部無視してます東京都は。で今ね、国の閣議決定された内容です と消費者等に対して十分な説明を行い、その理解を得るように求めているということなんですけども、そういう状況になってません。その状況で認可申請をすると、もう要件がどういう要件なんだという気持ちです。それから第2にですね、科学的見地に基づく万全の対策とはなっておりません。地下水の管理は結局目標に達してないじゃないですか。全然失敗だというふうに私たち、思います。それから汚染についても全て除去というのが約束だったんですけども、これもどんだけ残ってるかの、調査もされてないと。それから、おかみさん会が今年3月から4月に緊急アンケートをやったんですけども、それによりますと、土壌汚染、東京都の土壌汚染対策、信頼してないというのが 92% です。ですから、理解を得るというような状況とはもう全然違う。それから、同アンケートで土壌汚染、積載、荷重、それから交通アクセス、物流、
駐車場不足、経営持続性とかいろんな問題が指摘されてますけども、どれ一つとして解決の目処すら立ってないと。で、衛星に関してはね、さっき言ったようにその表を走ったターレがその衛星管理しなきゃいけない部分を走らざるを得ないようなことになってて、どこをターレが走れて走れないんだか、それも何も全く、解決する見込みが立ってないと、そういう状況になってます。それからですね、第5の約束が違うという問題もあります。豊洲新市場はじめは東京ガスの創業由来の汚染は全部除去ということで、それからその上に盛り土をして地下水管理をすると、これが約束だったわけですけれども、それがいつの間にかコンクリートを地下ピットに敷くということになったり、換気をするから大丈夫というようなことで、約束のとは違う話になってるんですね。で、約束を変更する場合というのは約束をした双方が合意しないと変更できないというのが、これはもう世間一般のルールだと思うんですね。で、これ、小池さんが勝手に、次々といろんなことを約束と違うことをね、やったというのが、今の現状だというふうに思っております。それから第6番目なんですけども、これは築地市場営業権組合を立ち上げた理由はそれなんですけども、築地市場の移転というのは実際にこれやった場合に、各事業者の持つ営業権に大きな影響を及ぼすのはもう間違いないというふうに思います。ある人は例えばお客さんが減ったとかね、そういうこともたくさん起きるでしょう。にもかかわらずですね、営業権の話というのを してないんですね、東京都は。公共事業をやる場合に財産権を侵害した場合はそれを保証するというのは当然のことなんですけども、その保証の手続きを経ずに、財産権を侵害するというのはこれ違法行為だというふうに私たちは考えてます。それから第7番目なんですけども、新市場建設協議会とか東京都はその業界団体を取りまとめて、それで、移転を決定ということでやってますけども、営業権というのは各事業者がそれぞれが持ってるものであって、協同組合が持ってるものじゃないんですね。だからその協同組合が、まあ、移転を決めるのは勝手なんですけども、無権代理行為というふうに私たちは考えております。つまり正当な権利者に、きちんと話を聞いてないというふうに、考えてます。以上のようにですね、このもう現状は10月11日に移転をするとか、あるいは東京都が農林水産省に認可の申請をするというような、そういう状況ではございません。築地のその現場の状況としては、ですからですね、まあ、もう持ってこられちゃったので受け取ったということなんですけども、ぜひ突っかえてしてほしいと。まあ、これから認可の、ね、審査をしていくということになると思うんですけども、当然認可はしないでくださいと、この状況で認可するというのはおかしいだろうというふうに、思います。まあ、まずは冒頭もご報告申し上げましたけれども、本日午前中に東京都の方からですね、義務規定変更と事業計画についての、まあ、申請が出しされておりまして、これにつきましては受理をしてございます、接受してございます。ですので、そういう意味では要請事項の一番についてはですね、まあ、そういうことということでございます。で、また2番目なり3番目ですね、その、皆様方が出された公開質問状でございましたり、あるいは皆様方を対象とした説明会、もちろんその私どももですね、いろいろその事業者の皆さんへの理解を求めるということは必要だと思いますけれども、一方で我々その国と、東京都をはじめとした地方公共団体というのは対等な関係ということでございますので、例えば卸売市場法上ですね、何か明確な違反があって、それについて法律上卸売市場法の根拠に基づいて指導するというようなことは、あり得るんだろうと思いますが、ご要請事項のような内容についてですね、私どもが東京都に指導するというのは難しかろうというふうに思います。あと、そういう意味では4番目も同じようなことだということでございます。で、5番目ですね、5番目は質問事項の1番目にも関わってくるのかもしれませんけれども、
営業権というのはこれ実は私どもが措置している政策の中でも営業権を対象とした融資の制度とかもございますので、それは営業権、いわゆる一般用語でのれんというものはあるんだろうと思います。ただこれはまさに、卸売市場だけで発生するものではないわけですよね。まさにこうご説明いただいたようなものだと思いますので、そういったものに関してですね、いろんな意味で の営業権が発生をするので、そういったものを、民民の中でどういうふうに、扱っていくのかっていうことなんだろうと思いますので、5番目のご要請というのも私どもから指導するというのは致しかねるということだと思います。